雷州市は中華人民共和国広東省可思公市に位置する研究市。雷州市は中国大陸最南端の雷州半島中部に位置している。市の東西両側に海が広がる。全館に除去危険が置かれ、現在の西湖の東側にあたる雷州城を収めた。随大に海水による浸水が起きないことを祈願した名の海、光圏が置かれた。 東大に、雷が多い地であることから雷州と名付けられた。中原の地から遠く離れているため、海南島に流刑にされる文人が多く立ち寄った場所として知られており、特に東大の阿田、淳、祖職、祖鉄、新館、立長蝶奏え、大岩尾宗、仁白、利光、古千十名が名高く、十賢と称されて、聖子のほとりに立つ十賢病に建てつられている。 1912年に雷修府を再び生み、貢献と解消した。1994年には国務院から国家歴史文化名状の称号を与えられ、同年に研究史の雷修史となり、地球史の不可思考史の管轄となった。下部に三回道、18鎮を管轄する、主に貧南語の解放源である雷修話が話されている。 雷集話で演じられる伝統歌劇の雷劇があり、地元では現在も人気が高く各種のビデオ CD が制作、販売されている。2008年に第二次国家級非物質文化遺解散リストに収載された。雷集話で歌う雷歌が公演などでよく歌われている。東の深志港、西の北海の両方面に海があり、 海産物がよく取れる。干し口動物の筋し虫や、湾足動物のシャミ仙蓋などもよく食用にされる。塩に埋めて作る干物や煮干しの類、クラゲなどの塩造品も多く作られている。剣肉を使った煮込み料理もある。味付けや調理方法は、長州料理、海岸料理に近い。もち米を使った虫菓子、おこわるいなどの種類も多い。 雷集積区と呼ばれる細犬に似た犬の石像が市内各所に散在している。真珠の養殖が盛んで工芸品も作られている。異例堂、ありがとうございます。